武田塾に入会金無料で1ヶ月通える夏だけ武田、今年も始まりました。自宅でオンラインの指導も受けることができます。詳細は概要欄から。皆さんこんにちは、武田塾教務の高田です。今回も中森先生に代わって一問一答を答えていきたいと思います。武田塾チャンネル。高田さん、自分は高校1年生なんですが、高田さんはどのぐらいの時間勉強してましたか？高校1年生の時はですね、1日多分 2,3 時間だったかなと思います。ただそれもずっと毎日してたわけじゃなくて、勉強する日はそのぐらいで、勉強しない日とかも結構多かったです。で、ある時、8時間ぐらい土日で頑張った日があったんですけど、その日は図書館にこもってネクステージを、ちょっと林塾長に怒られたりとかして、もうさすがにやばいよみたいな。でネクステージをこう朝から夕方までで、めちゃめちゃ進めるみたいな、10章分ぐらい進めるみたいな、そういう時期がありました。なんでもし取るとしたら、まあ、がっつり時間取って、なんか参考書一冊極めてほしいなと思います。良生良生さんですね。高田先生は数学 B までの教科書及び基礎問はそれぞれいつまでに終わりましたか、教えてください。そうですね、数学 B を始めたのが高1の冬ですね。で、高2の夏も数学 2B の基礎問題成功やってたから、高2の秋ぐらいですね、終わったのは。だから多分1年弱ぐらい時間かかってて、何やってんだって話なんですけど、高校2年生の時はちょっとあまり勉強しなかったかなって感じです。そこから入試問題どんどん解いて数学の成績上がってきました。だから何事も早めに勉強を始めるのが大事だなと思います。通りすがりのマーキンさんから、毎日武田塾の無料受験相談行って合格まで行ってもいいんですかってね。僕も、高1の時に1回林塾長と、高2の時に1回、これは中森先生林塾長ダブルで、高校3年生の時に最後は中森先生と1回、3年間で3回武田塾に無料受験相談乗ってもらいました。だから多分その話を聞くとね、毎日受験相談行けば受かんじゃんみたいなね、話だと思うんですけど、大事なのはアドバイスを受けて勉強することが大事なんですね。毎日行ってもやる時間がなくなっちゃうんで、それはダメかなと思います。あとね、もちろん無料受験相談で僕もいろいろ教えてもらいましたし、今は教える立場になってるんで、どんどんいろんなこと教えてます。ただやっぱりお金払って武田塾通ってくれてる子もいるんで、毎日だとなんか通ってくれてる子に申し訳ないなとも思うんで、なんかアドバイス受けて、そのアドバイスができるようになったタイミングでもう一回、相談に行くのはありかなと思ってます。アレハンドロ・メヒアさん、高田さんの尊敬する人物は誰ですか？いや、それはもうね、林塾長と中森先生ですね。やっぱ林塾長がこう授業をしない塾っていうのを作ったおかげで、僕は武田塾の勉強を知ることができて京都大学に合格できましたし、中森先生という先生がいて、正しい勉強を知って大学合格できたんで、やっぱり2人は恩人だなと思ってます。今回は以上です。武田塾公式アプリ Zoom 武田の Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法が分かります。詳細は概要欄から。